日本の重要な位置にある馬毛島ですが、馬毛島に FCLP 計画が持ち上がって15年になります。まだ話が進まないですよね。今回は馬毛島 FCLP 計画が進むのかについて詳しく見ていきます。今だと建設費や物価高で予算が高騰しています。当時話を進めていたら半額ほどで建設できていたんではないのかなと考えてしまうのは私だけでしょうか。鹿児島県の西の表地に位置すること馬毛島をめぐっては2022年も2月に入り、政治的なステップとしてアメリカ海軍の FCLP 陸上航空母艦離着陸訓練や航空海上自衛隊の拠点として整備する方向に大きく進み出したように映る。アメリカ海軍の FCLP 陸上航空母艦離着陸訓練とは、日本の神奈川県の横須賀港を母港とするアメリカ海軍の大型原子力航空母艦が、その入港時に航空機の搭乗員の連動を維持する目的で行われる必須の訓練であり、日本の防衛にも直結している。2022年2月現在で、横須賀を母港とする該当の航空母艦は、ニミッツ級の9番艦であるロナルド・レーガンだが、同艦で通常時70機前後とも言われる艦載機を運用するために、航空母艦に見立てた陸上滑走路を使用して行われるのが FCLP 陸上航空母艦離着陸訓練だ。かつてこのアメリカ海軍の FCLP 陸上航空母艦離着陸訓練は横須賀と同じく神奈川県に位置する厚木基地で実施されていたが、特に夜間の騒音問題が深刻となり、小笠原諸島の硫黄島へと実施場所を移している。さらに、在日アメリカ軍の再編成によって、横須賀に大型原子力航空母艦が入港した際の艦載機の駐機場所は、山口県の岩国基地へと変更されたため、そこから、硫黄島までの片道約1400キロもの行程が問題視されるようになった。これは、仮に、音速のマッハ1で飛行したとしても、1時間以上かかる計算となるため、航空母艦艦載の搭乗員への肉体的な負荷や、その往復に使用する燃料等の経費の面からも非効率であることは明らかであり、早期の代替地が求められることとなった。ここで浮上したのが、西の表地の馬毛島であり、その名が、アメリカ海軍の FCLP、陸上航空母艦離着陸訓練の代替地の有力候補として、日本のマスコミ各社で報じられるようになったのは、今を遡ることおよそ15年前の2007年のことである。これは、馬毛島が、その当時ダストンエアポート社という、一民間企業によって、用途は、時代によって、二転三転したものの、日本政府による、公的な利用を前提とした対応、目的機に、ほぼ全島が保有されていたことに、端を発したものである。ダストンエアポート社としては、継続的に賃料収入を得ることを目的に据えており、購入を前提とする日本政府側との交渉は難航したが、同社の経営状態の悪化もあり、2019年12月には約160億円での売却に大筋で合意し、現在に至っている。こうして、馬毛島がアメリカ海軍の FCLP 陸上航空母艦離着陸訓練の代替地となることは、事実上確定したわけだが、同訓練の実施は、大型原子力航空母艦が入港した場合に限定されるため、頻度的には、年に数回、1回あたりも、数週間程度と低かった。そうした現実と尖閣諸島周辺海域をはじめ、近年、南西諸島方面への軍事的圧力を高めている、中国への日本側の、有効な対策が、同時に求められた結果、航空、海上両自衛隊の拠点をここに整備することで、それもカバーする方針が打ち出された。馬毛島は、島の工程の起伏が少なく、メインと、
予備の滑走路を風向きに応じて使い分けることが可能な平坦な地形であり、沖縄の那覇以外に自衛隊航空機が使用可能な滑走路をほぼ持たない日本にとっても重要な意味を持つようになっていった。しかし、こうした馬毛島の日本国としての防衛政策の整備計画に反して、2021年1月末に行われた西之表市長選挙では、現職で、アメリカ海軍の FCLP、陸上航空母艦離着陸訓練の誘致等には、慎重な姿勢を見せる矢板市長が、再選を果たしてる。この選挙では、対象となった有権者数は 12,624 人だったが、投票率は 80% を超えたことからも、その関心の高さが伺え、矢板市長は、5103票、自民党が推薦した候補は、4959票とわずか144票という、僅差に終わり、市民の判断が二分されたと言える。ただし、西之表市市議会では、賛成派と反対派が、ほぼ同数を占めることとなり、辛くも再選を果たした矢板市長は、馬毛島への航空、鵜長峰両自衛隊の拠点整備計画を撤回するように求める考えを示したが、住民の総意とは言いかねるものだろう。そもそも、矢板市長は、朝日新聞社の出身という経歴からも、その思想、心情は類推できると思えるのだが、2021年1月の選挙では、反対派としての旗色を鮮明にすることで、劣勢となることを回避しようとしてか、当選までは、この件に対し、曖昧な態度に止めていた、説もあった。そうした動きを見せていた、矢板市長だった。が、この2022年2月3日、防衛省を訪問して、岸防衛省との直接会談を実施し、今後は、航空、鵜長峰両自衛隊の拠点整備計画を前提として、政府との協議を進める方針であると報じられた。これは、この会談において、矢板市長が日本政府に提出した要望書の内容が、今後具体的となる国庫からの各種の交付金等について、特段の配慮を要請するものとなっていたためであり、これまでの反対路線の修正と受け取られている。すでに、2021年末に、現在の岸田内閣は、総額3200億円弱に相当する、馬毛島の拠点整備費用の計上を決定しており、2022年1月7日のいわゆる2プラス2会合においても、対外的に、アメリカに対して、日米両国で、これを推進していく、方向を打ち出している。矢板市長サイドは、こうした国政の意向を受けて、馬毛島の置かれた立場が、新たな局面に進んでいるという、現実をやんわりと受け入れたとも取れる言動を見せているが、自身の、今現在の、政治的な立場を問われたことに対しては、明言を避けた。今回、矢板市長が、岸防衛省に提出した要望書には、この2022年1月に、区長会や西の表地の各種団体から出された交付金等について前向きな意見が反映されており、以後はその現実的な落としどころを政治的に模索するものと思われる。そして、2022年2月7日、こうした動きと呼応するかのように、2021年末に西の表地、中、種町、南種町の関係者の一部に向けて、防衛省側が2023年度からまず10億円、以後10年総額で、約290億円の交付金を提示していたと報じられた。この金額は、あくまで非公式なものとの前提であるものの、11年前の2011年の時点では約250億円相当と言われてきた経緯もあり、今回は種子島に設置予定である自衛隊向けの艦舎の整備費用を含むことで40億円ほど上乗せされたと考えられる。このニュースは反対派、賛成派問わず、多くの西之表市、中、種町、
南種子町の関係者にとっても初耳とされており、一気に具体化したその金額の受け取り方には温度差があるようだが、それを意図したリークのようにも感じられる。自衛隊基地や在日アメリカ軍の基地を抱える多数の自治体がそうであるように、過疎化や産業に乏しい地元の経済的な恩恵を考慮すれば、裁量と言えぬまでも十分検討には値する現実的な選択肢と言えるのではないだろうか。ちなみに日本共産党は機関紙の赤旗の2月5日の記事にて、反対派の馬毛島への米軍施設に反対する市民団体連絡会から協力を求められたとして、馬毛島の県をアメリカ軍と自衛隊の殴り込み基地だと述べ、これまた定型的な姿勢を崩していない。